狂った家族。今からお話しするのは自分の実体験で、なんていうかまだ終わってないというか、とりあえずお話しします。自分は23歳の男で、実家暮らしの介護士。家族は52歳の父、44歳の母、18歳の弟の4人家族。弟はこの春から就職のため、実家暮らしを始める予定。その日も夕食後、居間で父、母、俺でテレビを見ながら、弟の家はどこにする？一人暮らしで必要なものは？などと弟のことで話をしており、弟は自分と同じ部屋の自室で、就職に関する支度をしていた。テレビは確か何でも鑑定団を見ていたと思う。不意にテレビにノイズが走った。すぐに収まったので、俺は気にせずテレビを見続けながら、でさ、と話を進めていたんだが、両親に目線を移すとある異変に気づいた。両親が口を半開きにして、何かに驚いたように目を全開に見開きテレビを見ていた。え？何？どうしたの？自分は今まで見たことのない両親の顔に動揺しながら聞いた。しかし、両親は俺を無視しテレビを見続けた。突然、二人の見開いた目だけが俺を見た。え？次の瞬間、まるで今まで何もなかったかのように、うん、でもさ、偽水とか大丈夫じゃないか？なあ、と話し出した。いや、ちょっと待って、今のは何？うちの両親は二人とも普段からあまり冗談とかは言わない方で、昔から固い性格だった。だから冗談でもあんなことをするとは到底思えなかった。今のって？ん？二人ともキョトンとした顔をしている。両親の性格を知っている自分は、それが誰かを騙すためのリアクションではなく、素のリアクションであることが分かり、同時に違和感を覚えた。え？今の？って。両親は覚えていない。自分があんな顔をしていたことを。いや、何でも。自分は口ごもり下を向いた。すると、母が聞いてきた。ところで、自分はいつ死ぬの？は？父親がそれに同調する。そうだな。その話もした方がいいな。いつにするんだ？自殺か？事故か？は？意味がわからなかった。突然のことの連発に、かなり困惑している自分は、俺は？と、かなりしどろもどろだった。しかし、両親はまるで当たり前のように話を進めた。こっちも今まで待ってたんだ。そろそろいいだろう。手伝うからね。大丈夫だから。ね。両親はなおも淡々と話をしている。首吊りは汚いとか、睡眠薬がいいとか、飛び降りは途中で気絶すれば痛くないとか、まるで見たことがあるかのように。会話の端々では、どこが面白いのか、あはは、と笑い声も聞こえた。ちょっと、さっきから何変なこと言ってんだよ。明らかにいつもと違う両親に不安と怖さを感じて、自分は大声で怒鳴った。両親が自分の方に顔を向けた。両親の目が左右逆を向いていた。目は左右逆を向いていたが、顔はしっかり自分の方を向きながら、壊れた人形のように繰り返し連呼してきた。
自分は耐えられなくなり、弟のいる部屋に逃げ込んだ。うわ、びっくりした。何、兄貴。弟は机に座り、書類を書いていた。あ、あのな、父さんと母さんが、目が逆で、死ねって言って。あ、その前にテレビにノイズが。いや、ごめん。何言ってんのかわからん。自分でも、何を言ってるのかわからなかった。今の自分に怒っていることが、理解できなかった。あのな、あの、だから、わけがわからなくなり頭を抱えた。とにかく、父さんと母さんが変なんだ。ああ。弟が口を半開き、目を目いっぱい見開いていた。両親がおかしくなって、弟まで。徐々に弟の目が左右逆を向いていくのを見て、俺は玄関に走った。何なんだ？何なんだ？何なんだ？玄関から外に出る前、ちらっと居間が目に入った。両親がこちらを向いて立っていた。やはり目は左右逆を向いていた。全速力で人通りが多いところまで走った。その後、少し息を整え、携帯で職場の一人暮らしの先輩に事情を話し、先輩の家に行った。先輩は、霊とかお化けが見える人で、普段だったら理解不能な自分の話を真剣に聞いてくれた。そうか。よし。明日知り合いの寺に行って何とかしてもらおう。今日はまず休め。お前、ひどい顔してるぞ。その日は、先輩の家に泊まった。一睡もできなかったのは言うまでもない。次の日、先輩は夜勤。俺は休みだった。朝6時、先輩の家から車で30分ぐらいの寺に連れて行ってもらい、そこの住職に前夜のことを話した。わかりました。大変だったでしょう。憔悴しきってる。自分の顔を見て、住職は心配そうに言ってくださった。その後、このままではいけないと言われ、先輩と住職と、自分の三人で家に戻ることにした。家の中は地獄だった。父は両腕、両足から血をだらだら流しながら、居と玄関を歩いていた。居の隅には血のついた包丁が数本捨ててあった。あと2往復したら右足の血管を。あと3往復したら、二の腕の血管を。ぶつぶつと独り言を言っていた。母は風呂場にいた。満タンに水の張った浴槽に自らの頭を突っ込んで、エテを繰り返していた。自らの手で頭を押しながら。死ぬ手前、死ぬ手前。弟は机に向かって文字を書いていた。ただ、手にはカッターを持ち、机の上には鏡があった。まるまる市、まるまる町。自分の住所を体に刻んでいた。俺は恐ろしさで泣いた。その後、三人ともなんとか住職さんと応援に呼んだ他の寺の方に助けてもらいました。今は何ともないです。ただ、今でも弟と父の体には傷が残っていて、温泉とか行くとかなり鬱になります。あの後、住職さんに聞いたんですが、家族があのようになってしまった原因は、先祖にあったみたいでした。時代劇とかで、末代まで呪ってやるってセリフありますよね。あれのリアルバージョンだったみたいです。しかも呪い方もひどくて、ただ殺すのではなく、家族ができてから乗り移り、
ゆっくりと時間をかけて追い詰めていくやり方だと聞かされました。ただ、今回は呪う方も簡単にはいかなかったみたいで。というのも、俺の前世が徳の高いお坊さんで、俺が生まれた時から手が出せずにおり、あの夜しびれを切らせて、死ねって家族を使って圧力をかけたみたいでした。しかし俺が逃げてしまい、仕方ないから他の家族だけでも、と。ただ呪いが強すぎて、住職さんでは完全には取れず、俺以外の家族は常にお守りを持っています。呪いはまだ続いています。狂った家族。葬儀の準備。夕方、俺は家に帰ったんだ。そしたら、母ちゃんがバタバタと支度している。あんた、何やってたの？おじさんが亡くなったのよ。早くしなさい。と言う。え？どこのおじさんだ？と思いながら、とりあえず用意しようとしたら、電話が鳴った。はい、もしもし。背後では一人、何事かつぶやきながら動き回る母ちゃんの気配が。もしもし、俺だ。落ち着いて聞け。いいか。かなり切羽詰まった口ぶりで、相手はいきなり喋り出した。あれ？誰だろう？おじさんが亡くなったことを知らせるには変だし、なんか引っかかる声。死んだのは母ちゃんだ。振り向くな。俺が行くまで絶対振り向くな。ああ、兄ちゃんだ。去年バイク事故で亡くなった兄ちゃんの声だったんだ。硬直して体は動かない。どうなってるんだ。背後は静まり返り、さっきまでの音はない。何やってるの？早く死になさい。耳元で囁かれ、俺は気絶した。その後、記憶はなく、電話の前で倒れている俺は、その後母ちゃんに起こされた。母ちゃんは、友達と出かけていたという。じゃあ、あの時家にいた母ちゃんは？兄の声は間違いなく兄だった。亡くなったはずの。葬儀の準備。はい、ゾウも。ゾウと申します。家族にまつわる怖い話、その3をご視聴いただきましてありがとうございます。昔、何かのニュースで見たんですけど、遺伝についての話です。もう結構、ハゲって、父方の覚醒遺伝っていうのが、周知の事実になってるんじゃないかなと思います。実際はどうかわかんないですけど、確かに知り合いでちょっと薄い人を見ると、おじいちゃんがって話はよく聞くような気がします。なんかそれの進化版みたいな話を聞きまして、運動神経は父方、頭は母方から受け継がれるっていう話を聞きました。もう実際はどうかわかんないですよ。うろ覚えなんでちょっと逆かもしれないですけど。けどなくもない話かなっていうふうには思います。みんなポケモンで厳選とかすると思うんですけど、もうするっていう前提で話すんですけど、あれも覚え技とか、確か性格は確かどっちかの親から遺伝されたんじゃないかなっていうふうに、これもごめんなさい、うろ覚えて申し訳ないんですけど、そうだった気がしてますし、
まあ、もしそうじゃないにしても、例えばまあ、運動を定期的にする父親の子供であれば、多分一緒に定期的に運動する機会もあるでしょうし、勉強する機会が多い親の子供だったら一緒に勉強する機会も多いでしょうから、まあ、多少性格が似るのはまあ、そうなのかなというふうに思います。まあ、頭の良さイコール、まあ、学校とかのテストが点数高いってわけでは絶対ないとは考えてるんですけど、遺伝っていうのはまあ環境とかも一つの要因ではなるのかなっていうふうに思ったなっていう話です。それでは、家族にまつわる怖い話その4でお会いできましたら幸いです。ゾウでした。ほなほな。